皆さんこんにちは。よみチャンネルへようこそ。日本のおのみんかんさよみんいだ。제가작년에프로듀스48를정말재밌게봤는데요그이후에아이즈원의팬이되었어요사쿠라가일본에서진행하고있는라디오방송今夜桜の木の下で라는프로그램이있는데요얼마전에거기에같은아이즈원의멤버유리에나민주나코가출연을했어요오늘은그내용을들고왔어요 TV 방송이라면표정이라든가동작으로분위기를재밌게만들수있는데요라디오라는게그러지못하잖아요오직말로만대답하고시청자들에게하고싶은말을전해야하는데그게쉽지않았을텐데과연한국인멤버유리에나민주는잘해냈을까요では、まずは早速、自己紹介お願いします。皆さん、はじめまして。私はチーム中で、オレンジプラス、可愛いの笑顔を担当している、ジュリーです。愛してるはい、皆さんこんにちは。私は、アイジョンの、チェイエナです。よろしくお願いします。はい、はじめまして。皆さん、私は、アイジョンの白雪、金民珠です。日本語大丈夫正直は、ちょっと、なんか、本体だから、んですけど、でも、もう大丈夫な。お姉ちゃんがいるんですから、よかった。ちなみに、みんなの好きな日本語は何ですかヨクリアン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 わかるヨクリアンわかる。夢です。夢です。私は孤独なグルメの中に、うまい。本当に好きです。なんか、来たことに幸せになる。私は、人生は難しいだ。何なんで前に、なんか、いつ練習が本当に疲れたの時で、なこちゃん、何がいいかな、そう。와셋다정말귀엽고듣는내내저절로미소가지어지네요그쵸프로듀스48의참가자중에는일본어를되게잘하는사람도있었는데요유리랑에나는조금기본단어만몇개아는뿐이지이셋은거의일본어를못했던걸로기억하고있어요근데짧은기간안에스케줄도바빴을텐데많이늘었죠제가지금까지일본어를정말많은학생들에게가르쳐왔는데요일본어뿐만아니라외국어실력이빨리느는사람들은어떤점이있더라고요방금들으신대화에서도그걸알수있어요ちなみにみんなの好きな日本語は何ですか요크리안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 わかる요크리안わかる유명です유명です첫번째는유리인데요사쿠라가좋아하는일본어가뭐냐고물어봤을때유리가효코리향 네이렇게대답을했는데요네저는조금놀랐고재밌었는데이게뭐냐면작년에일본에서유행했던개그입니다유리가이거를알고있다는게평소부터일본예능프로그램을많이본거겠죠네일본어뿐만아니라그나라의언어를배우려면그나라의대중문화에도관심을가지고접하는사람이훨씬빨리늘고말도자연스러워요일본어같은경우에는애니메이션이나만화를통해서배우려고하는사람들은많은데요그것뿐만아니라본인이관심이있는분야예를들어노래요리패션아무거나괜찮으니까요하나를찾아서그거를통해서꾸준히일본어랑접하는기회를만드는게중요합니다책으로만공부해도재미없잖아요솔직히와어저또뭔가혼테이다그랬는데도네데모데모뭐뭐사쿠라누나오네짱가이는데스가라요까다예나는정말말을많이했죠망설임없이조금들려도되니까말을많이하고상대방에게어떻게든전하려고하는사람은빨리늘어요예나는원래밝고말도재밌게하는성격이라그게가능한것같아요私は孤独なグルメの中に、うまい。本当に好きです。なんか、来たことに幸せになる。うん、うま
그리고 민주는 프로듀스 48에 나왔을 때는 일본어를 한마디도 못했던 것 같은데 지금은 제일 잘해요. 무엇보다 발음이 자연스럽고 긴 문장으로 표현할 수 있다는 게 정말 대단합니다. 지금 아이즈원 멤버들은 같이 숙소에서 생활을 하면서 대화는 일본어하고 한국어로 하고 비율은 5:5 정도라고 합니다. 서로 가르치고 배우면서 언어를 배우기에는 정말 좋은 환경이죠. 제가 처음에 유학생으로 한국에 왔을 때가 생각나네요. 저도 기숙사 방을 그때 당시에 일본어 학과를 다녔었던 한국인 학생이랑 같이 썼었거든요. 저도 그 시기에 한국어가 정말 많이 늘었어요. 오늘 내용을 요약하면 아이즈반 정말 귀엽고 사랑스럽다 라는 것입니다. 오늘은 여기까지고요. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요. 고시청ありがとうございました. 次の動画でお会いしましょう. 皆さんお疲れ様でした. 바이바이.